よし、じゃあ前回の続きからやっていこうか。まあ、前回はここでちょっとね出れなくなっちゃって、まあ、どうにかしてここから脱出する手段を、探し出さないといけないと。でもこっち行っても何もなかったし、完全にじゃあもう元に戻るしかないのか。やだな、こっちさっきゾンビの声したもんな。この前いるでしょ、わかるよ、ほらいた。もう知ってんだから。固くない？まだいるでしょ。そっちから来るまで俺は動かねえ。これヘッドショット狙えないのかな。あー無駄打ち。ヘッドショットは無理かもね。おい開けろ。汚いものを棒でつつく小学生みたいだな。プレートに何か書かれている。これじゃん。これだ。これをビリーに渡せばいいんだ。なんだよ、てっきり俺はナイフをこね送るかと思ったけど、そういうことね。よかった、これ以上進む前に気づいて。いや、ちゃんとね確認するのは大事だね。よし、これをじゃあ送りつけよう、ちょそのドアマジで怖いから。これで、わーお、なんということでしょう。よし、これでじゃあ先に進めるようになったのか。あっ、もうカメラ意識しないで。これさ、全員倒していかないときついよね。倒さず進むの難しいぞこれ。よしよし、いやー増えてるのやだな、ゾンビ。有限であってほしいわ。でもさ、列車が動いてるから、なんだろう、これ以上は増えないよね。やべ、弾11発しかねえ。緊張感あって楽しいね。いいよいいよ、よかった、生き返ってね。絶対生き返ると思ったけど、ここ入れるでしょ。必要ない、わかんないぞ。最後のラスボスの前で鍵使うかもしんないぞ。車窓室の鍵必要かもよ。車窓室って言いにくいからもう言いません、二度と言わない。こういう小部屋では戦闘にならないでしょ、俺はそう踏んでいる。オッケー、レッドハーブ、枯れすぎだろ。感染してるだろこれ。運行の資料、お、開けれる。なになに、なにこれ、車窓のカバン閉じちゃった。これなに、これなんか調べる感じだな。調べて中身を見れるパターンじゃない。鍵これに丸いものをはめるような穴が2つ。何これ?拡大してみるか。何これ?何かしらのパーツをここに2つはめないといけないんだ。もうぶち破ろうよ、ナイフで。ここになんかランプが点滅してんね。これ地図?ああ、地図だ。これを使えばいいのか。あ、でも意外、狭くね?結構。結構見ちゃったね。マップを手に取った。このボタンは何だろう、スイッチがある。押しますか。はい。何ボタンよ。すげえ。これで、どこに出るだろう。ちょっとわかんねえな。でもここ、電車の先の方だよね、結構。どこ?バーカウンターみたいなとこ来ちゃった。おー、待って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 。ここにあるのは、ちょ、待って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 。ここは無理か、何も調べらんね。綺麗めだね、結構。揺れてるぞ。何?やばいぞ。撃て撃て、もう早めに。早めに撃っとけ。でも11発しかねえんだよ、弾。これグリーンハーブじゃないの?特大グリーンハーブだと。これ持っていこうよ。これ常に食いながら駆け抜けていこうよ、ゾンビの中を。絶対勝てるから、そしたら。
ここね、もう戦うための広場見たくなってんじゃん。絶対ここ戦闘になる。もうビビる今の雨音。いける？いや、今のとこのスペースね、バトルスペース感、俺はもう予想しておく。あそこはもうバトルゾーンだ。ねちょねちょ音するよ。ここ何？アイスピック、これだ。これでレベッカの方が開けられるようになるな。ナイフでいいんじゃないの？うーん、サロンイクリプティックへようこそ。くつろぎのひととき、苦痛でしかないわ。うわ、このネチョネチョ音ね。先こっち入ろう、101、101匹。この狭い場所の、あ、いいねいいね、いい部屋に入ったわ。俺の見込んだ部屋だわ、完全に。え、アイテム持てない？そんなに持ってないじゃん。これナイフ使わないんじゃないか疑惑があるから、ちょっと一旦置いとこう。カバンも置いとくか。将来的に使うものって置いていけないはずというか、絶対使えるはずだから置いといても、いつか取りに来て。で、あとは今必要なものは持っちゃおう。よし、弾は持っといた方がいいでしょ絶対。リロード、かっこいい。ショットガンスペースいくつ使うのこれ。2ブロックか、取るね。とりあえずじゃあインクリボンも持っとく。今持てんのはこんなもんかな。ナイフとカバンとショットガンの弾っぽいのを置きっぱにしていくわ。こっち先見てみるか。あー、卵、これで通れなくなってることが多いね。うん、多分この前行けなかったとこも今の卵のせいなのかな。卵の先に今の場所があったのかな。まあいいや、とりあえず戻ろう。あ、怖い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 。ほらー、もう持ってないよ武器。あらー、ちょっと今武器持ってないよ。来る気はしてたけどね。おっきめ、甲殻類？あ、甲殻類だ。美味しそう、茹でよう。あ、そっち系か。カニとかじゃねえんだ。よいや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 、帰るでしょ。俺は非好戦的だからね。ダメダメダメ、さすがに来ないでしょこっちは。でもあのサイズ感戦わないとダメだな。あれはすり抜けらんねえよ。すり抜けたとしても絶対また多分いるから、その場に。消えないタイプだから。よし、ショットガン持ってくか。違う。よし、弾入ってくかな。2発、2発しか入ってないの。装填数2発のタイプか。とりあえず装備しとこう。まあ、ないよりマシというか、ハンドガンで倒すよりはそのダメージの高い弾を先にここで消費したいな。いやー、倒せっかな。横抜けてくる感じではなかったんだよね、あの幅感。いる？まだ。やっぱいるよね。あ、もう終わり、もう終わり。弾早い早い、花火みたいに一瞬だったね。ちょっと逃げよう。頭部が柔らかい、頭部が柔らかいんでしょ。のけぞってるぞ。リロード、強くない？でものけぞるな、強くない？リロード。いやいや、弾足りるかこれ。え、待って、これ倒せる？どっちだよお前、どっちなんだよお前は。お前どっちタイプよ。弾なくなったぞ。超無理じゃん。なんかもしかしたら後ろにこうさ交代させてって、その隙になんかドアを抜けていくとかだったら、俺もう弾もう使っちゃったからね全部。おしまいよ。そしたらナイフ縛り始まるぞ。いるよ。終わった？
やったー、ラスト一発だったんだ。ちょ、長い長い、息長い、息長い、息長いよ。終わり？終わった？あー、溶けたー。いやー、ちょっときつかったねー。まあ、倒すのが正解だったのかな、一応。弾がギリギリ足りないっていうね。これ何？何これ、なんか下ろすやつ、どこで使うんこれ。持ってけねえぞ、どっちにしろ。今何も持てないから俺、ハーブ使っとくか。これ2マス使わないよね。パネルオープナー、なんか上が開かない場所が出てくるのかな。わ、めっちゃボロボロだな、ここ。はしご降りる。いやー、どうなることやら。ギリギリ一発足りなかったね。取れてる？取れてるね。これでアイスピックを入れる。よーし、行ってこい。切り替え。よーし。わー、届いた。オッケーオッケー。いいね。これで OK だ。使うを押せばいいのかな。よし。ちゃんと使わないといけないんだね。使わないと適用されない。アイスピックまだ持ったままなのかな。どこに出るだろう。うわ、ちょっと待ってよ。突然じゃん。まだいるな。距離取って。弾は余裕あるね。5発。よし。まだいるか？このバイハザード伝統の後ろ向いて狙うボタンでチェック。オッケー。いないね。よーし。どんなもんだい。で、これで下行って合流すればいいのかな？オッケーオッケー。で、アイテムトレードとかしたいな。おお、なんか不思議な感じ。狭い狭い。これアイテムさ、交換あできるけど、あ、渡す数選べる、よかった。これで、あ、でも15発単位だね。で、ちょっと荷物に余裕がないから、こうかな。 OKOKOK。 でインクリボン、インクリボンはなんか置きっぱでいい気がするよね。セーブポイントに常に持ち歩くのも大変だよな、うん、そして俺はセーブをしたいね。ちょ、レベッカ、レベッカ、レベッカ、どうした、ゾンビ化したかお前。レベッカ、レベッカ、そのドアびっくりする、うん、向こう側かロック。まあここは、うん、あ、でもここで使えるのかな、もう。いけちゃう？ここで、これで開くのかな？なんか天井なイメージあったけど、床なのか？ああ！手でやろう？それは、じゃあ。手でいいじゃん。ダメ？こだわりがあるんだよな、みんな。うわ、こんなとこ入ってっちゃう、レベッカ。でも、レベッカでよかったかな？レベッ、うわあ、いや、リッチ、リッチ分からんし、めっちゃいるし、うわ、俺全然違うとこ打ってるじゃん。よく動くな、あいつ。リロード。いやさ、空間を把握する前に攻撃はずるくないか。もう訳分からなかったもん、今。一体何が起きたのか。なんで犬なんて連れてんね。これはゴールドリング、完全にこれカバンにはめるやつじゃん。ちょっとアイテムやべえな、やばいね。取りたいものが多すぎるね、ちょっと。食材などいろいろあるみたいだね。ちょっとどれ持ってく？まあスプレーは今って感じじゃないから、このままでは持てない。これ絶対使うもんね。
ビリ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 、どうするどうするどうする、これでもやんないとな。あーお、オッケーオッケー、ビリ今焦ったよ、俺超焦った今。硬くない、こいつボスだ、中ボスだ、硬かった。空き瓶、空き瓶なんている、火炎瓶とか作れる系もしかして。持ったらちょっと大変だぞ、もう荷物カッツカツ、荷物カッツカツよ。ここ開くのかな、ロックを外した、これで合流できっかな、道合ってっかな。あ、よかった。いや、ビリーにチェンジした時の恐怖よ。あ、でも空き瓶なんか3つって出てるから、これは消費アイテムだね完全に。レベッカ薬使っちゃうか、うん、これは薬使うのが正しいわ。さすがにここで出し惜しみして何も持てないっていうのはきついから。でまずはどうするか、ちょ困るねこれ。あ、でもショットガンは交換で全部渡しちゃおう。 OK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  で、これで火炎瓶をもらえばいいか。火炎瓶とこのリング交換だな、楽しい。ちょっとこのアイテム整理俺好きだわこれ。アイテム整理好きなんだよね、その武器とかの。なんかワクワクするよねこれ、楽しいやつだわ。取れてる、楽しい時ほど取れてるって感じ。スプレー、まあ一応取っとくか先に。いいね、緊急スプレーは一番強い回復アイテムだよな多分。ポリタンク、俺これなんかさ、昼の卵燃やせんじゃねえかって思ったんだけど、これ組み合わせできっかな、できるー。即席にしては上等、いいね、実績いいね。これは投げれるんだよね、原始的な武器だが相手によっては大ダメージ、相手によってやか、多分ゾンビは意味ねえな、ゾンビじゃないんだこれ、ゾンビにやっても強くなるよね、むしろ火パワーがついてさ。こっちは、いやーちょっとね順応しつつある、怖いな、すぐ構えよう。あー後ろの方、フックショット、使用時にはリリースレバーでロックを解除してください。リリースレバー、これ手動ブレーキ、磁気カード、リリースレバーってどこにあるん？これか？はい、押してよかった？おー、いいね。で、これを取ればいいの？あら、なんか戻っちゃった。あ、これ2人で来ないといけないパターン？マジで？そこなんか2人なんだな。じゃあ行くか、俺も目指していくか。レベッカをここに置いといて、フックショットを押した瞬間チェンジするか。ふん、取れる、いけちゃう、やった。マジかよ。レベッカ、レベッカ、インクリボン、いや違うな、緊急スプレー置こう。レベッカすぐね、よし、これで取れるっしょ。いや2ブロックきついね、髪型じゃないよ。取扱説明書、なるほどなるほど。屋根の点検が困難である場合のみ使用が許可。3両目1階の後部ドア脇の小窓にはしごが設置されています。そのはしごの高い位置にフックがかかるように射出。すげえなんか場所具体的だな。あー安心感ある。セーブしよう。
やーやっとセーブできるわ。結構空いたね。なかなかスリリングだったな、セーブしない状態。恐怖よりこっちのが怖かったかも。よし、じゃあとりあえず今回は、ここまでにしよう。いやー怖かったね。まあ、次回は、フックショットを使うために、3両目の1階の小窓からなんかはしごにフックショットを飛ばすと。であともう一つ覚えておきたいのは、101号室になんかカバンとか置いてきちゃったから、まあ、それも取りに行きたいね。じゃあね。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。パソコンから見ている人は画面に表示されている俺の顔をクリック。スマートフォンから見ている人は動画の下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄を開いたところにある URL からチャンネル登録をしてくれ。